皆さんこんにちは、山口です。あったかくなってきましたね。春ですね。いや最高に気持ちいい。菜の花も綺麗でね、小春日和で、もう自転車乗るには最高ですよ。ただね、僕悩んでます何に悩んでいるかというとですね、 This is スネゲ。見てもらったら分かるようにですね、スネゲボーボーなんですね。まあスネゲに限らず、ヒゲもボーボー、腕毛もボーボーね、髪の毛もボーボーですし、体毛全体的に濃いんですけど、で冬の間はねタイツをこの下に履いてたので見えなかったんですけど、こうあったかくなってくるともうそんなんも履かないじゃないですか。でこのビブショーツっていうね、このピチピチパツパツのこのパンツ一丁になると、まあこのすね毛がすごい目立つわけですよ。こうね、見てもらったら分かりますけど、ビンディングシューズがあって、靴下があって、すね毛があって、でビブショーツがあるという感じでね、このすね毛が何しか目立つなと思ってて、で僕別にレースとか出ないですし、そんなロードバイクガチ勢ではないんですけど、ロードバイク乗りの人って結構ねすね毛剃ってる方が多くて、これ知らない人多いと思うんですけど、理由が3つぐらいあるみたいで、1つ目は、まあ、怪我のリスクですね。怪我した時に、まあ、足を怪我することが結構確率的には多いと思うんですけど、足とか手のひらとかね。でその落車とかして怪我した時に、まあ、毛があるとその怪我のケアの時に邪魔になるっていうので、すね毛を剃る人で、2つ目が空力ですねこのすね毛でそんな空力変わんのかなってちょっと疑問なんですけど、まあ空力を良くするためにすね毛を剃る人で、3つ目がもう完全に見た目ですね。見てもらったら分かると思うんですけど、なんかすごいかっこ悪くないです？この靴下とこのパンツとのこの間の足が毛がボーボーって、なんかすごい見栄え悪いなって僕も思うんですよね。で剃りたい、気持ち的には剃りたいんですよ、剃りたいと思ってるんですけど、1日ひげ剃らないだけでこんなにボーボーになるし、すね毛剃ったら一体どうなるんやろって、剃ったことないからね、ちょっと想像もつかなくて、剃ったら剃ったでその毎日剃らないとすぐボーボーになるんじゃないかとか、チクチクするんじゃないかとか、いろいろ気になるところがあって、ちょっとね踏みとどまってるというか悩んでるんですよね。剃りたいけど、うん、どうしようかなみたいな。でロードバイク乗らない人からするとぶっちゃけどうでもいいと思うんですけど、皆さんどう思います？すね毛剃ってる男性、まあ、ロードバイク乗りの人もそうじゃない人もみんなまとめて聞きたいんですけど、すね毛剃ってる男性ってどうですかどう思います？もし、まあ、友達恋人家族がロードバイクに乗り始めて、ちょっと俺すね毛剃るわって言い始めたら、皆さんどう思いますかね。はい、っていうのをねちょっと聞いてみたくて動画を撮ってみましたまあそれだけなんですけど、多分 99% 剃ろうかなとは思ってるんですけど、剃った後のことが心配というか、まあそのケアがめんどくさそうやなとか、あと僕肌弱いんでね、結構すぐカミソリ負けしそうやなとか、いろいろねちょっと気になる点はあって、で脱毛にね行くお金はないし、もうだからやるとしたらもうカミソリで剃る、それ一択になると思うんですけど、皆さんは、どう思いますかっていう、短めの動画でした。はい今日はそれだけです。はい、ミツバチさんがね、菜の花の蜜を吸いにブン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 飛んできてますね。めっちゃ綺麗ですよね菜の花。なんかラジコン飛行機飛んでるし、すごい。はい、そんなわけで最後までご視聴ありがとうございました。この評価がじゃないこの動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら、次の動画でお会いしましょう。